どうもー、ろくちゃんです。登記申請の流れを場面ごとに説明するです。最初に、登記申請書の作成についてです。登記申請書に提携の書籍はありませんです。ご自分で作成する場合は、法務局のホームページに主な申請書について、記載例や申請書の様式が載っていますので、これを参考に自分で作るです。 株主総会議事録などの添付書類も作成する必要があるです。ホームページを見たけどよくわからないよという人は法務局の登記手続き案内を利用するです。こちらは予約制なので法務局にまず予約をするです。次に管轄法務局に書類を提出するです。登記申請書を作成したら添付書類も含めて 本店所在地を管轄する法務局に提出するです。管轄は法務局のホームページで確認するです。提出は郵送ですることもできるです。提出する前に、申請書に印鑑を押したか、登録免許証への収入印紙を貼ったか、連絡先の電話番号が書いてあるか、もう一度確認するです。最後に。 登記完了まででについてです。申請から登記完了まではだいたい1週間ぐらいかかるです。窓口に提出すると完了予定日を教えてくれるです。法務局から登記が完了した連絡はしていないです。書類に不備があった場合だけ担当者から連絡があるです。申請から登記完了までの間は証明書が発行できなくなるので注意するです。 ぼくちゃんからの説明は、これで、お、しま、い、です。